スティフ・アッパー・リップは AC、DC が2000年に発表したアルバム。5年ぶりのオリジナルアルバム。プロデュースはヤング兄弟の次男であるジョージ・ヤングが担当。以前の作品ではハリー・バンダとのコンビでプロデュースを行っていたが、本作はジョージの単独プロデュース作となった。レコーディングはブライアン・アダムスが所有するウェアハウススタジオで行われた。 アルバムが発売されると多くの国のアルバムチャートでトップ10入りを果たすがイギリスでは風メイド風以来となるトップ10入りできなかったアルバムとなった2001年1月にはボーナスディスク付きのツアーエディションがオーストラリア、ニュージーランド、ヨーロッパでリリースされた同年1月24日には19年ぶりの日本公演に先行し来日記念版と名打たれた ミニアルバム、スティッフ・アッパー・リップ・ワールド・ツアー・ CD が日本発売された。2001年6月14日に行われた、ミュンヘン公演の模様は、後に DVD、スティッフ・アッパー・リップ・ライブとして発売された。ドイツ・ミュンヘン公演でのアンガス全曲、アンガス・ヤングとマルコム・ヤングの共作。スティッフ・アッパー・リップ、スティッフ・アッパー・リップ3時35分メルトダウン メルトダウン3時41分ハウスオブジャズハウスオブジャズ3時56分ホールドミーバック、ホールドメバック3時59分セーフイン、ニューヨークシティ、セーフイン、ニューヨークシティ3時57分キャントスタンド、スティル、キャントスタンドスティル3時39分キャントストップロックンロール、キャントストップロックンロール4時2分、サテライトブルース。 サテライトブルーズ3時46分ダムドダームド3時51分カムアンドゲットイットカムアンドゲットイット4時2分オールスクリュードアップオールスクリュードアップ4時36分ギブイットアップギブイットアップ4時13分突起なき楽曲はアンガス・ヤングとマルコム・ヤングの共作ライブ音源は1996年のマドリード公演のものを使用 サイバースペース2時57分アルバム未収録。シングル、セーフイン、ニューヨークシティのカップリング曲バックインブラック4時9分、ハードアーズ、A ロック4時49分、ボールブレイカー4時39分、ホールロッタロージー5時26分、レッド、ゼアビー e ロック11時53分、スティッフ、アッパーリップ3時50分、セーフイン。 ニューヨークシティ4時1分サテライトブルーズ3時55分日本版 CD、CD スティフ・アッパー・リップワールドツアー CD の収録曲は下記の通り。スティフ・アッパー・リップスティフ・アッパー・リップサイバースペースサイバースペースハード・アザ・ロックハード・アズエロックバック・イン・ブラックバック・イン・ブラックホール・ロッタ・ロー・ジーホール・ロッタ・ロージーありがとうございます。